でですね、7月はね、実はあれがあるんですよ、インターハイがね、インターハイとか大会があるんです、大会が。だからそれをね、ちょっとね、今回クリアしていこう。お、びっくりした。今度の日曜日さ、待って、今度の日曜日ってダメじゃね。いや、断ろう、これ。ごめん、ちょっと気にしないで。ごめん、光るい、ごめん。大会があるんだよ。大会は出たいぞ。大会なかったな大会なかったな。あれ、おかしいな。大会なかったぞ。大会どこだ。はい、月曜日からでした。じゃあ断ったから、逆に俺が誘ってやるわ。こうだな。マスイプール行こうぜ。スナイプールか。よし、完璧。寝るか。一旦寝て、そう、大会の前は一旦寝るんだ。寝て体力を万全で回復し、あれ、あれ、よし、さあ今日から合宿だ。なんか7月のね、最後からね、8月の頭になんかね、トロフィーのね、とこなんか絵があったんだけど、カレンダーのところに。だからそこに大会があるのかなと思ったら、大会は普通にありませんでした。残念。いや、マジ残念。せっかくやり直したのに。さあ、いよいよ合宿始まりだ。早切って成果上げるぞ。元気だね。めっちゃ元気だよ。そういう気はいつになく元気がないね。同じ言葉。よし、今回の風呂はちゃんと覗けるようにするぞ。マジでセーブしたいぐらいだわ。まあ、見ても別にうーんって感じなんだけど。さあ、来てしまった。男は真ん中だ。お前じゃないんだよ、みゆきなんだよ。ユッキーなんだ。ユッキーからの意味ねえんだよ。あいたー、今日は花火大会でござる。あれ、ユッキー、こんな時間にどうしたのって知ってるだろう。ね、うん、いいね。ノリがいい男の子ってやっぱあれなんかな、人気が出るんかな。可愛いでしょ、この浴衣。かわいいね。ユッキーが来てるからいいんだよ。あ、ありがとうそりゃ照れるな。俺だって照れるわ。何度見てもいいな。ほんとだね。言葉にならない感激だよね。他に何か言い方ってものないの。俺はユッキーの喜び方に感激するよ。今日は楽しかったね。今度は俺から誘うよ。じゃあそろそろ帰ろうか。家の方向反対だけどな。さて、今回はデートどこだっけ。あった。いや、今思ったけどめっちゃチャラチャラしてるね。なんか腕にはなんかつけ通し、髪の毛にはなんかつけ通し、首にはなんかつけ通し、服にはリボンつけ通し、手にはなんか、指輪かなんかつけ通し、荷物は持っ通し、あれだ、ズボンにはなんかつけ通し。すげえな。カバンにもなんかつけ通な。じゃらっじゃらや。天気悪いの。お、じゃあそこに行こうか。これどこに行こうとしたんだっけ、覚えてないわ。今日はやっぱり天気悪いから。うん、あ、動物園。これ動物園行こうとして思ったっけ。好きな爬虫類っている。虫。うーん、カメは割と好きだな。ヘビは割と好きかな。トカゲは割と、そうだな。トカゲのな、尻尾をな、切ってな、あれをな、1週間ぐらい経ってな、こうチラって見たら、お、またね、おお、めっちゃ
また尻尾生えてんじゃんとか言って、もう一回尻尾切ってね、いでーとか言ってどっか行ってからね、またね、こうパッて見たらね、また尻尾が生えてねって、そんなことしたことね、亀だな。だよね、生きたままペンダントにしたいくらい、めっちゃ可愛いよね。それは怖いだろ。主人公、それに関しては何も言わんもんな。生きたままの亀って超重いやないよ。相当臭そうやし。うん、あ、やっぱいいや。えい、デスク号来たな、ようやくと。あぶねー、また場所忘れとったわ。今日はどこに行こっか。もちろんファンキーショップ、いやそうだね、ブティックへ行こうか。お、いろいろ見たいのか。俺もな、そろそろ靴買わないとな。もう3年間一緒の靴だからな。そうだな。その黒いニットが大人っぽくてかっこいいよ。その白いブラウスが清楚っぽくて好みだな。白いブラウスだな。ちょっと地味でつまんないかも。そっか、こいつ派手好きだったな。そうか、俺清楚の方が好きなんだけどな。ついてない。あーし、文化祭に、文化祭の前の日に来てます。あ、ユッキープラネタリウムか。プラネタリウムってめっちゃ金かかりそうやけど大丈夫かな。あ、それはいいアイデ、グッドアイディア。うん、きっとみんなも賛成するよ。結構乗ってくれると思うよ。なんかとユッキーの希望が叶うといいな。そろそろ、まあ叶うんだけどな。プラネタリウム、ドドドドン、プラネタリウム最高。ここの映画館、今はエールコンチャルテーマルトランタンをやってるんだ。まあ、映画館に来てます。派手なやつは好きなんだよな、こいつはな。大量殺人事件を追う刑事たちを描いたサスペンス映画か。まあまあだな、これは。いや、つまらんかもしれん。なんで、やっぱみゆき、うん、じゃあここで。なんだと。今日はっていうか今回は水族館に来てます。ペンギンが賢いからできるんじゃない。ご褒美の餌で釣って仕込むんだろうね。よし、教育士に何か弱みでも逃げてるんだろうか。そんなことあるわけないよ。真ん中だろうな。やっぱそうだよね、人間も動物もご褒美には弱いよね。確かにな。はいと、文化祭、プラメタリウム。そうだね、あとは明日を待つだけ。はにゃー、やっぱり雪のせいでみんなに迷惑かけたよ。まあ、リアルに、文化祭でめっちゃでっかいもん作った後に、ぶっ壊されたらめっちゃイラつくけどな、俺は。そんなことないよ、きっとどっかに忘れた部分があったんだよ。そうかな。え、他のみんなもう帰ったのに。みゆきのせいだよ。だからみゆき一人でもやる。バカ野郎、俺が手伝うよ。ゆき、二人でやればすぐだよ。俺一人でもすぐできるけどな。てかね、1ヶ月分かかったのを1日でやろうとするのはちょっと無理があるけどな。完成だけど、さすがにもう寝むいかく。ん？俺は寝てたのか、いつの間に。ああ、そうかそうかって先生に怒られるわ。あれ？でもなんだか気持ちいい、気持ちいい。これ朝チューンじゃないか。これは、膝枕、めっちゃ目がピクピクしてるぞ。大丈夫か？怖いな。めっちゃ目がピクピクして、大丈夫？はにゃー。ごめん、みゆきったらすっかり。
膝枕、いいなー、膝枕、いいなー、俺も女の子とピー。ユッキー、寝ぼけてて自覚していない？やっちゃえ、やっちゃえ。最悪だな、俺。はい、ということで文化祭です、と。ふう、やっと休憩か。思ったより人が入るもんだな。まあ、そりゃそうだよ。ああ、そっか、宇宙人好きやったね。うん、そうだよ。ユッキーの提案ナイスだったね。この通り、大盛況だもの。まあ、膝枕もできたしな。でも、心配無用だったね。ユッキー、本当に嬉しいんだな。いい映画だもん。わあ、声優さん変えたいな。声優さんチェンジで。本当楽しかったな。こうして、高校生活最後の文化祭は終わった。次はね、12月か。12月までカットだな。お、来た。これで3つ目の不幸の電話が終わったな。いや、しかし、みーちゃん、俺のこと嫌い？俺めっちゃ猫好きなのに。終わってしまったな。あとあれだな、スキーのイベントだな。よーし、クリスマスパーティー行ってくるぜー。お、いいね。うん、いいよ。じゃあ、会場で落ちようよ。イェーイ、オッケー。完璧。よし、じゃあ行くか。あ、待て待て。ユッキーへのクリスマスプレゼントを持っていかないと。何がいいかな？大人っぽいスーツ。よし、これで準備オッケー。行くか。いや、ユッキーってすごい格好だね。すごい、サンタクロースみたいな格好したの。ユッキーにバッチリ似合ってるよ。ありがとう。あ、そろそろ始まるみたいだよ。何が？それにしてもすごい人だね。え、何？ああ、クリスマスツリーな。大事だもんな。そうだね。行ってみよう。行ってみよう。やってみよう。NHK か。ほんと、すごいね。うん。ユッキー、危ない！こいついつも事故るな。お前、ここ18禁ならやっとるぞ、絶対に。ユッキー、大丈夫？うまく枝が支えてくれてるみたいだから大丈夫だよ。チューしろ。あ、いや、そんな危ないと思ったら、そんな体が勝手に動いてて。ありがとう。キス。せっかくのクリスマスパーティーだ。ついてないね。みゆきにとっては最高のクリスマスかも。キス。え？おーい、チューしろやー。怪我はない？大丈夫。でも、これじゃ。あー、そうだろうね。ユッキー、これプレゼント。ユッキーに。そうだよ。ありがとう。そうだよ。じゃあ、そろそろ帰ろうか。おーい。で、次からのデートがね、一風変わりますから。次回。あった！大丈夫大丈夫。考え
あれ服変わったとか言ってたけど、なんかそんなに可愛くないな。本当に気にしないみたいだ。よかった。本当にな。ユッキーに聞きたいことがあるんだ。進路はどこ？あんま考えたことないや。ねえねえ。それだけ。あははは。お前、ほんとこの主人公クソやな。もっと頑張れよ。もっと頑張れよ、主人公、おい。よーし、1月1日になりました。光。おい、ハッピーニューイヤー。お、ユッキーからの年賀状だ。ところで、このキャラクターは何？知らねえ。あ、はーい。まあ、ユッキーだろうな。あ、ユッキー、こんな早くに、どうしたの？どうしたのじゃねえよ。あ、明けましておめでとう。もしかして、それだけを言いに来たの？じゃあでー。じゃあねーとかなったら絶対ないわ。あ、行こうか。もちろん、くじ引きはするからな。あ、お待たせ。そういえば、ユッキー。晴れ着だね。ユッキーらしいね。似合ってるよ。バッチシ似合ってるね。かわいいよ。かわいい。かわいいに弱いな。可愛いに弱いってさ、もうあれだな、楽勝だな。よーし、今年は気合を入れ。どうしたの、張り切っちゃって。今年は大きなお願いがある。お、大きなお願いって何？それはまあ分かってるけどな。おみくじな。よーし、やろう。やっぱり。もちろんやりますよ。やりますよ。やりますたい。お、大吉。今年の俺は一文字しようぜ。ユッキーはどうかな。ねえねえ、聞いて聞いて。みゆきもやったのかも。え、それってついに、うん、見て、ほら、今日だよ。嬉しいな。よかったね。今日でこんなに喜ばれるなんて、神さんも同じぐらい喜んでるんじゃないか。ここね、幼年期の時にやったらな、イベントがあったんだよな。学生生活最後。そうなんだよな。みゆき勉強嫌いだ。こうして一緒に遊ぶ機会も、もうちょっとしかないのかなってさ。そんなことないよ。まだまだ一緒に遊べるよ。宇宙アイドルラブラブスター人形。これ派手な T シャツの方がいいんじゃない？あ、これどっちがいいんだ？あ、これわかんねえな。やっぱりな、宇宙アイドルラブラブスター人形だと思ったよ。ありがとう。大げさな。みんなジュージュー見てるぞ。でも、ほんと、かわいいな、ユッキーって。おーい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。